アルゼンチンの首都ブエノスアイレス自治市の北東部にある地区である。コムーナ市に属しており、人口は4万5千2人である。南側でプエルトマデーロ地区やサンニコラス地区と西側でレコレータ地区と接している。北側や東側にはラプラタ川が流れている。サンタフェ通り、トーレモュメンタルトレティーロ駅レティーロ地区は、 アルゼンチンの輸送サービスにおける最大のハブの一つである。多くの高級店があり、地元の裕福な階級の住民やアルゼンチン駐在の交換に人気の高級住宅地である。1930年代からブエノスアイレス港近くにあるビジャ31と呼ばれるスラム街には、統計には現れない数千人の不法移民と2万6千人の住民が住んでいる。 ターミナル駅である、レティーロ駅からは北部に向かう、近郊列車や長距離列車が運行されており、駅に隣接して、レティーロバスターミナルがある。レティーロ駅は、ブエノスアイレス地下鉄の C 線と接続しており、また公共バスは、多くの地元路線を持つ。平日、この区域は常に通勤者や自動車で混雑している。主要な大通りである、リベルタドール通りは、 レティーロ駅を越えると、レアンドロ・エヌアレム通りに名を変える。レアンドロ・エヌアレム通りは、ブエノスアイレス中心業務地区に沿って北から南に走っており、レティーロ地区とサンニコラス地区を隔てている。レティーロ地区のビジネス街は、カタリナス・ノルテオフィスプラザの周囲であり、カタリナス・ノルテは、フランシスコ・セーベルの鳩場地区開発から1世紀を経た1970年代に建設された。 その他の主要な通りには、サンタフェ通り、コレドバ通り、リベルタドール通り、フロリダ歩行者通り、7月9日大通りなどがある。フロリダ通りには1914年から1998年まで、ハロッツブエノスアイレスがイギリス国外唯一の支店として立地していた。ハロッツの撤退後は、アートショーや、 単語フェスティバルの主催地となっていたが、2009年には小売店を再オープンさせる許可が得られた。解体を逃れたその他のランドマークには、オルティス・バスワルド邸宅がある。1912年に指定として完成したが、在アルゼンチン・フランス大使館とするために1939年にフランス政府に買収された。1970年代後半には7月9日大通りの、 拡張が行われ、丸々一部ロック分の住宅が取り壊されて道路となったが、大使館はそのランドマーク的性格のために取り壊しを逃れ、激しい往来の中に孤立して立っている。近くのペレーダ邸宅は1920年に建てられ、在アルゼンチンブラジル大使の皇帝として使用されている。レッティーロ地区には、フォーシーズンズホテル、マリオットプラザホテル、シェラトンホテル、 ソフィテルホテルなど多くの5つ星ホテルがある。これらの内最古のホテルは1909年開業のマリオットホテルであり、サンマルティン広場に面している。サンマルティン広場の北にはトーレモヌメンタルがあり、このパジャディアン建築のモニュメントは1810年の5月革命100周年を記念して1910年にイングランド系アルゼンチン人のコミュニティから寄贈されたが、 1982年にイングランドとアルゼンチンの間でマルビナス紛争が勃発すると紛争をきっかけとして何度か破壊行為をかぶった。その近隣にはサンティシモ・サクラメント教会堂、パティオ・ブルリッチという名称の高級ショッピングセンター、エステルガモ・ビル、フェルナンデス・ブランコ博物館、自由広場などがある。自由広場はかつてイスラエル大使館があったが、 1992年3月17日に起こったイスラエル大使館襲撃事件で爆破され、29人が死亡して242人が負傷した。この事件の犯人はレバノン国籍の男であり、南アメリカで初めて起こった中東関連のテロとされている。多くの政府機関がレティロ地区内に本部を置いており、外務省、アルゼンチン空軍、アルゼンチン海軍、 国立造幣局、鉄道運輸局などがある。1911年から1953年まで使用された移民ホテルもレティーロ地区にあり、何百万人もの移民にとって最初の通過点であったが、今日では国立博物館として使用されている。通りを渡って、レティーロ駅の対面には緑豊かなサンマルティン広場があり、広場は豪華な邸宅や、 ホテルなどに取り囲まれている。レティーロテーチはかつてアルゼンチン軍のサンマルティン連隊の訓練場であり、現代のサンマルティン広場にはアルゼンチン独立戦争の英雄を称える騎馬像やマルビナス紛争巡視者の追悼碑などがある。広場の反対側にある最も重要なランドマークは鉄筋コンクリート作りのカバナビルであり、1936年の竣工当時は ラテンアメリカで最も高い建築物だった。アイルランド系アルゼンチン人の女性が資金を提供したカバナビルは歩行者専用のフロリダ通りの北端に建っており、ビルの建設は広場の大規模な再設計後に行われた。広場の再設計の過程では植民地時代からの荒廃した建物の多くが破壊され、 1889年のパリ・バンコク博覧会の際に華麗なパビリオンとして使用された初代アルゼンチン国立美術館もその対象となった。広場に面した建築学上を重要なその他のランドマークにはパス邸宅、サン、マルティン邸宅、オリベッティ高層ビル、ピーレッジ高層ビルなどがあり、これらは市内で初めてインターナショナルスタイルで建設された建物である。 ありがとうございます。